山崎文明さんがね、はい、日本の世論を操作は中国デジタル侵略、はい、中国越境EC四天王と呼ばれる格安通販テムっていうんですか、はい、それからアパレル通販のシーン、はい、アリババグループの通販アリエクスプレス、うん、動画共有プラットフォームの通販サイト TikTok ショップが世界中でダウンロードされ、2023年の世界のショッピングアプリダウンロード数増加率の1位から4位を占めたと、うん、アリババとなんだこれ支援は200カ国以上で TikTok は150カ国 TIM は50カ国で事業展開していると。中でも TIM の勢いはすさまじく2022年に米国でサービスを開始してわずか1年で180億ドル約2兆7000億円、2024年上半期で200億ドル約3兆円の売り上げを記録、モバイルアプリトレンドレポート2024日本版2によると、日本でもダウンロード数は TIM が2位、支援が3位に入っていると、うん、で、これがですね、はい、非常に危険なんだと。そうです、うん、でアーカンソー州のティム・グリフィン司法長官が6月25日アーカンソー州不正取引慣行法及び州個人情報保護法に違反したとして、ティムの親会社である PDD を訴えると発表した。ティムって言うんですかね、まあ、ティムって、うん、ティムは電子商取引プラットフォームとして知られていますが、機能的にはマルウェア、不正かつ有害な動作を行う意図で作成された悪意のあるソフトウェアの総称とスパイウェアです、うん、不正なデータ収集で収益を得ています。アップルは2023年にテムをデジタルアプリストアから排除し、米国議会による継続的な調査を含め同社の取引に関する複数の調査を促しました。テムは元中国共産党幹部によって率いられており、我が国と国民に重大な安全保障上のリスクをもたらしています。テムの激安価格は売上よりも個人情報の収集を目的としていると、グリフィン長官は言っていると。まあそうですよね、うん、激安なんですよ。ああそうなんだ。もう激安です。うわそう、もう、もう驚きですよ本当に。まあ、こういう例えば真空のコップとかあるじゃないですか、うん、これ普通のブランドだったら、うん、まあ、4000円とか3000円とかまあするんですよ、うん、まあ冷えない、うん、多分テムだともう300円とか400円とかあの一桁10分の1ぐらい違うくらいな感じになるんですよ。だからもうなんかもしそれが外れでもいいやっていう感覚になるんですよ。300円ならね、もうだって返品してでも逆に送料高いって、向こうは安く来るけどこっちからは無理なんで、なるほどね、送れないんですよ。だから激安です。何でも激安です。はい、恐ろしいぐらいです。へえ。だからちょっとしたものが欲しいっていうものを見てたら、うん、もう驚きの価格なんで、うん、つい買っちゃうと、つい買っちゃう人がいっぱいいると。僕はまあ、うん、買ってないんですけど知ってるから、うん、まずい。あと来た時に虫が入ってたり、発がん性物質があったり。虫入ってるの？あ、そうです。だからテムは買う人は玄関で開けなきゃいけないんですよ。玄関の外で。ああそうなんだ。家の中に入れちゃいけないんですよ。まず一回そこで封筒。虫って本当虫ね。ああそうです。変な南京虫とかもいるし、ネット上のあれじゃなくていろんな、そうです。段ボールが古い場合とかもあるし、あとその作る過程で、まあ、工場が本当にいい加減な工場でやってるんで、もうだってどうなってもいいと思って作ってるんで、海外の、どうなってもいい、いや使う人はどうなってもいいと思って出してね、価格さえ安ければいいって言って、なので発がん性物質とかがいっぱいくっついてたりとか、もういろいろあるんですよ。ただまあ安いから、でも来たらとりあえず玄関の外で開けて、中身を確認して洗うとかしないとダメだっていうものなんですけど、でも相当今日本に入り込んでて、これルトワックなんかも怒ってて、これアメリカがデフレになっちゃうんですよ。ああなるほどね。アメリカのアマゾンとかいろんなサイトがあるんですけど、それよりも価格がはるかに安いんで、うん、で
このテムで買ってアマゾンで出品する人もいるんですよ。ああ、そうです。そうです。だからあのアマゾンだと例えば2000円で売れるとか、でテムで500円で仕入れてアマゾンで売るとかっていう人まで出てきちゃうっていうような感じなんで非常に良くないんですよね。はい。TikTok はユーザー情報を中国政府と共有せざるを得なくなる可能性があり、中国側が米国民を見るコンテンツを検閲したり、はい、影響を与えたりする恐れがあると。TikTok は1億7000万人のユーザーから膨大な量の機密データを収集しており、それにはユーザーの正確な位置情報や閲覧の習慣、プライベートなメッセージに関するデータも含まれる。中国越境 EC 事業者や中国 SNS 事業者が個人情報の収集に躍起な背景には、中国の国家戦略であるデータ要素3カ年行動計画があると、うん、中国国家データ局など17部門が共同して今年1月15日に発表したもので、データを国家の戦略資源と位置づけた中国共産党第20回全国代表大会の決議を受けて、2024年から2026年までの3カ年の行動計画を定めたものである。データ要素×工業生産、データ要素×現代農業、データ要素×商業流通など12の分野にわたってそれぞれ実現すべき目標が述べられている。これはすごいですよ本当に。とにかく新たな消費を拡大し、電子商取引プラットフォームがさまざまな商業事業体や関連サービス会社と全く統合することを奨励し、深く統合することを奨励し、乗客の流れ、消費者行動、交通状況、人間の特性などの市場環境データに依存して統合されたデータを収集を作成しますと言ってね。特に人間の特性という点に注目してほしい。人の経済行動から発生するあらゆるデータを全て統合して個人のプロファイルをデータベース化するというデータ要素計画は、第一義的には経済発展を目指したものであるが、中国は安全保障の面からもデータの重要性に気づいているんだ。中国政府はこの国家戦略を実現するために以前から法整備を進めてきた、いわゆるデータ三法と呼ばれるもので、中国サイバーセキュリティ法、中国データセキュリティ法、および中国個人情報保護法である。いずれも国家安全保障のために国内のデータを極力中国国内に留め置き、海外のデータは自由なデータの流通の名のもとにデータ収集を可能と、自分とかは出さないで、よそからはもう徹底的に集めると、はい、怖いねこれは。だから今テムが言われてるのは、うん、1個売って個人データ取るじゃないですか、はい、だから4000円ぐらいマイナスでもいいっていうマーケティングなんですよ。なるほど。だから多分共産党が買ってくれるのかなんか知らないですけど、うんうん、まあ、そうだろうな。やっぱその一件獲得しても4000円マイナスでもいいからっていう、うんうん、だって利益ないんですもん、うん、全然利益ないものを売ってるんですよ、うんうん、激安で。それも、はい、国のバックアップでやってるしか思えないね。なんかどうなのかは全然分からないですけど、うん、本当あの利益構造じゃないなっていうのは分かるんですよ。だから周りの商業を徹底的に潰して、うん、自分たちが残った時に値上げするのかもしれないですし、うん、はい、むちゃくちゃですよ。中国政府がデータを収集する方法には直接的方法と間接的方法があると。直接的方法とはいわゆるハッキングだと。中国の情報機関などが契約する、ISUN というのかな、はい、などの民間のハッカー集団や軍の外部機関に指示して、他国の軍需産業や宇宙産業などの組織が持つデータを摂取される、盗み取らず。宇宙航空研究開発業 JAXA や富士通、三菱電機のサイバー攻撃など埋挙にいてもがない。同時に個人情報の収集にも熱心で、最近でも東京ガスの子会社から約416万人の個人情報が流出するなどされていると、次に間接的方法とは、TikTok や TEM といった民間企業を通して断片的な情報を集める方法。そうですね、モザイク理論に基づくデータ収集である。それでこういう盗まれてるのに、うん、日本がもっとなんかお手を一人一人かバカというか、はい、のは中国の データセンターをですね、はい、日本にどんどん作らせてる。そうす、はい、え、はい、府中インテリジェントパークに隣接する2つの区画に総重容量40メガワットのデータセンターを建設するとかですね、はい、アリババグループや、グループのアリババクラウドジャパンサービスは個人や中小企業をターゲットにしたクラウドサービス事業が主で、2016年に都内にデータセンターを建設しているとかですね、 それをしかも融合して建設させてるんだよ。何なんだろうねこれは。これは無警戒は固定資産税の減免措置やエネルギー効率の高い設備、通信電力に対する補助が行われる、うん、
女性装置を受けられる条件として日本企業に限定しないから、そういう中国 の、 そのデータセンターに援助してるんだよ。そうなんですよ。だからあの TSMC とか入れたじゃないですか、うん、はいはい、で Amazon とかも入れ、マイクロソフトとか入れたりとかした時にも、ええ、まあ、優遇策を取ったんですよね、うんうん、でそれと同じのを中国にも与えちゃってるんですよ、うん、でそれは敵対国だから外せというふうに政治家がしなきゃいけないんですけど、こんなバカなこと本当にやってるんですよ。こんなことやってるっていうのが信じがたいけど、こういうことはなぜちゃんと報じないのかね。いや、そうなんですよ。あるいは今和田君が言ってる政治家がね、政治家は全然ダメなんですよ、はい、これはね、優遇してね、日本の税金でなんですよね。だからあの中国 の、 あの電気自動車だって、はいはい、東京都で買うなら、うん、なあれ、100万か200万、うん、助成金がついて、うん、我々の税金がついて、うん、中国の電気自動車を入れるっていう。でしかも電気自動車っていうのはスマホとかと連動したりするんで、うん、まあ、データ抜かれるんですよ。だからもう絶対に入れちゃいけないものを入れちゃってるんですよ。だからアメリカは中国の電気自動車を入れるときは関税かけてる、うん、で入れないと、うん、テスラを優遇するというふうにしてるわけなんですよ、うん、ね、なんで日本は本当に何なんだろうねそれね、うん、あのほら NHK の件もあったように、うん、本当に丸腰でルーズっていうか、そうです、あそうだ、盗人だと思ってないんですよ。警戒心がないよな。相手は盗人に決まってるじゃないですか、うん、盗人と付き合うときに丸腰で行ってるのが日本のエリートたち、うん、警戒心が何にもないんだよ、はい、これな。日本に建設される中国企業のデータセンターに中国共産党幹部社員が入り、うん、スパイ活動を行わないとの保証はどこにもない。それはそうだな。そうです、それもあるよね、はい、なんでこんなことを許してるのか、さっさとこれちょっと政治家に読んでもらって、今からでもいいからお先に指示したかもしれないけど、なんか対策を練ってほしいよな。そうですね。だこの中国のデータセンターのデータを日本は盗むつもりで入れさせてたんだったらいいんですけどね全部そこに入るデータを解析して、うん、あどういう情報を盗んでるのかなっていうのを、あの解析させるためにやってたらいいんですけど、うん、そんな知恵はないだろうな。そういうその悪さはやらない日本で言うわな、はい。